ブルンジで暮らしている、まあ、貧困層の方のお家の中をですね見させてもらおうと思います。アマホロ、アマホロ、アマホロ、オッケーオッケー、サワサワサワ。アフリカ大陸の東部にある小さな国ブルンジ共和国、経済的な豊かさを表す国別ランキングではブルンジは毎年のように世界最下位となっています。ブルンジという国名自体日本ではほとんど知られていません。テレビや新聞でブルンジが紹介されることもほとんどありません。日本の大使館すら置かれていないブルンジは海外からの支援や投資も非常に少なく、発展から取り残されてきた国とも呼ばれています。ブルンジの人々は一体どんな生活を送っているのか、世界最貧国の実態を伝えたい、そんな思いを胸に私はブルンジにやってきました。世界で最も貧しい国と呼ばれています。国内避難民キャンプに来ています。ブルンジの貧困について話す上で避けては通れないのが内戦の歴史です。ディビクターです。世界で最も不幸な国とか言われますけど、かわいいですね。めっちゃ元気出た。How old are you? 22. So you don't go to school? He does not go to school because the parents have died or... Oh, so which means he doesn't have enough money to buy materials? Yes, he does not get school materials, even food. When he comes from school, he cannot find food at home. Did you graduate from primary school? Like which grade did he pass? Yeah, okay. He was just at first class. Oh, first. Class, yeah. Almost this 10 years. Yeah. He has not gone to school. Who do you stay with other than parents? Because your parents die. Yes. So who do you live with? He lives to the family of her sister, who is married. Who is married. So instead of going to school, what do you do in daytime? Collects grasses for animals. Okay. So those grasses are... He takes them to others to get money. Cows, yes. How much can you earn money from the job which collects grasses for cows? He gets a salary, a monthly salary. Monthly salary? 40,000. 40,000? Yeah. How many hours do you work in one day? And how many days do you work in one week? He works from 7 a.m. till 5 p.m. and he works every day. Every day? Yes. Every really? Day. Including Saturday and yes, Sunday? Yes. Really? As animals eat. Yeah, they eat all a lot. The time, okay. Yeah. So he uses money for eating. Like eating, yes. Only eating. Yes. So he cannot save the money. Cannot save as it is very low. That money is for only food. Food, yes. Do you want to go back to school? Yes. Okay, Murakoto-chan, thank you very much. Merci beaucoup. Merci. Thank you. まあ、今ですね現地のスタッフの方に話を聞いたら、おそらく彼は第三の民族だろうというふうに話していました。このブルンジは多数派のフツ族、少数派のツチ族、そして第三の民族としてトゥバと呼ばれる狩猟採集の生活を送っている方たちがいます。まあ、人口の大体も 1% ぐらいなんじゃないかなと思います。そのトゥバの人たちはこのブルンジの中でもさらに貧しい生活をしていて、おそらく彼のイントネーション的にトゥバの人だろうというふうに思われるそうです。トゥバの人たちは今でもかなりそのプリミティブ
つまり原始的な生活をしている方が多くて、ブルンジ全体的にも貧しい生活を送っているんですけれども、さらにその中でも貧しい生活を送っているのがトゥアの人々だそうです。さっきトゥアの話してたと思うんですけど、トゥアの人って確かに何か物を持ってないという意味ではすごく貧しいんですね。ただ彼らのマインド的に結構今日生きれればそれでいいっていう、なんかそういうマインドが強くて、明日を気にしないとか、もっと物を持ちたい、もっと豊かになりたいっていう気持ちが少ないなっていう印象もあります。なのでこう持ってるものとか金銭面で見ると本当に貧しい生活をしてるんですけど、それを私たちが安易に物がない、お金がないから貧しいって言ってしまうのもちょっとなんか違うなという気もしていて、やっぱり彼ら自身がどうしたいのかっていうのを私たちも気にしながらコミュニケーションは取るようにしてます。アマホロ。サバ。今ですね、現地の方のお家を見せてもらおうと思って、テラルネッサンスが支援をした方のですね、お家に向かっています。アマホロ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 村こぜ。今幹線道路から脇に入った、だいぶ村というかかなり外れの方に来ましたね。まあ結構やっぱりブルンジは雨が多分たくさん降るんだと思います。結構緑もすごい生い茂っているし、こういった場所でも農業とかやっているみたいなんで、そういった意味では土地がある人は比較的農業で生活立てられるんじゃないかなっていうふうに、まあちょっとね、想像はできますね。はい、もうちょっと歩いていこうと思います。まあ道はそんなに良くはないですけど、景色がめちゃくちゃいいですね。全く舗装されてないですけど、まあでも人がいっぱい歩いて足地面が固まってるんで、歩きやすいっちゃ歩きやすいですね。まあ、コンゴに比べると歩きやすいですね。やっぱ景色がすごくいいです。すごいのどかな感じで、ちょうど時間帯も夕方なんでね、日が沈んできて暑さもありませんし、非常に快適な取材です。結構細い道に乗ってきましたね。あ、着きました。この暮らしている人たちの生活についてちょっと話を聞いていこうと思います。子供たちもいます。アマホロアマホロイエスアマホロアマホロアマホロ。ちょっと大きい子はサンダル履いてますけど、小さい子になるともう裸足ですね。服もかなり汚れてます。ここはどういった場所でしょうか？ここは私たちが1年目に支援した、小規模ビジネスをやっている受益者のお家です。で、この右側の男性のお家で、彼女も受益者の一人なんですけど、この地域のリーダーです。彼は何かこう特殊な状況とか困った状況とかっていうのがあったんですか？彼が小さい時にお父さんを紛争で亡くしました。ブルンジが93年から和平合意が結ばれる2009年まで内戦紛争状態にあったんですけれども、その際にお父さんを亡くしたっていう事情があります。ブルンジが父親から息子に土地が引き継がれていくんですね。ほとんどブルンジのもう 90% 以上の人が農民なので、基本的に自給自足の生活をしてます。紛争中にお父さんを亡くしたので、お父さんの土地がどこにあるかわからなくなって、で彼も土地なしのいわゆる貧困層になりました。彼今息子がいて、今学校に行ってるからいないんですけど、彼の息子にも当然土地が引き継げないので、こうやってこう貧困の連鎖が続いているっていうのがブルンジの現状を表してるかなと思います。今からですちょっとブルンジで暮らしている、まあ、貧困層の方のお家の中をですね見させてもらおうと思います。かなり暗そうなんで、ちょっとスマホのライトを使いながら中を照らしながら見ていこうと思います。
これは物置みたいな感じですか？一応ベッドですね。あ、ベッド、これが、はい、私が初めて21年の11月に来た時はこのベッドもなかったです。もう地べたで寝てる状況でした。これもベッドができただけでもだいぶマシってことですね。そうですね。でこのベッドを彼が私たちの支援を通して稼いだお金で1万フランだったらしいんですけど購入したみたいです、うん、すごい私も1年半ぶりに訪問したので、うん、なんか変化が見れて、はい、嬉しいですね。こっちはもう一部屋あります、ね、ここがこの彼と彼の奥さんの部屋です。こっちのベッドが彼と彼の奥さん。さっきのベッドは誰ですか？息子です、ね。あ、息子さん、息子さんがそのベッドに寝てるんですね。家自体は自分で作ったんですかね？やばいの場合には金棒でロイド部屋だとか。あ、this house is built by neighbor. Neighbor. Using テラサポート。家を建てるための素材の一部、まあ、屋根とかですかね、をテラルネッサンスがサポートして、この、近所の近隣の方がこの家を建ててくれたそうです。こっちがキッチンかね？そうですね。ここがキッチンですね。水とかもかなり濁ったやつが残ってますけど、ここで火をつけるんですけど、ゼップとファイヤー、OK、ここで火も使うみたいですね。この3つの石が3つで、ここですね、うんうん、ここにこうやって、これちょっと小さいですけど、うん、置いてここに薪をくべて料理する感じです。なるほどなるほど。でこっちにもなんか調理器具とか、あとはなんかお皿とかスプーンとかも置いてありますね。でもやっぱりね、普段日本で暮らしている方からしたらもう相当貧しい生活を送っているってことがわかるんじゃないかなと思います。天井とかもこんな感じで、うん、まあ雨がすごい降ったら多分これ漏れてきちゃいますよね。一応雨防げるようになってますけども、完璧っていう感じじゃなくて微妙にね空が見えているんで、典型的なブルンジの貧困層、本当に最も貧困な人たちの家だと、もうベッドルームがまずないっていう感じですね。じゃあこれでもまだ生活良くなったっていう、ベッドがあるっていう点ではベターになってます。なるほどなるほど、はい、後ろは気をつけてください。よいしょ。僕もこんなブルンジの現地の人のお家をしっかりと見させてもらいましたけど、うん、まあ、やっぱり本当にすごい貧しい生活をしているなっていう感じですね。まあ何をもって貧しいっていうかあれですけど、物がすごく少ないし、でもこれでもまだねベッドがあるだけマシっていう風なんで、さらに貧しい生活を送っている方の家もですね、今後の取材で見ていければなというふうに思います。今この裏にトイレもあるみたいなんで、ちょっとトイレもですね見させてもらおうかなと思います。足元あんまり良くないんで気をつけてください。1年半前に川島さんが来た時にはトイレなかったみたいですけど、今ここにトイレがあるみたいな、こんな感じです。まあもう本当にシンプルな感じですね。まあ匂いはするけど、まあそんなに強くはないかな。まあレンガで周りが囲んであって、木でこう足場が作ってあるっていう感じですね。まあ下見ると、まあ、濡れてるんで、便とか尿とかがそこにあるっていう感じですね。まあ、ちなみにここがシャワールームです。まあルームではないですけれども、ここで水浴びをして、体を流すみたいですね。まあ見ての通り別に何もない場所なので、まあ人目のつかないところで。This water is rain water or from where? It's from robinet. Robinet is... Where? 井戸で汲んできた水を使ってここで水浴びをしているみたいですね。How many times does he take water in one week? Every day? Every day, yes. Every day. Is that pig his one?They will share piglets. Another organization who support them、okay. in this calling.、When this pig give birth,、mm-hmm. the piglets will be belongs to other citizen, oh, okay. Yeah, baby pig.、Okay. Then later it will become for him.、Okay. まあ、アフリカの子供は肌の白い大人を見るのが初めてっていう子も多くて、結構赤ちゃんとかすごい泣いちゃうんですよね。フライングベイビー。フライングベイビーをちょっと。アマホロ。アマホロ。Thank you very much. Merci beaucoup. How is your life? Ba, chunya ne, kaya wukabji kigihe. Hurawani kigihe, turi mugihe, chitera gira.
good, but in this period, it's period for cultivating. People don't have enough food as they are cultivating for next time. Are there any challenges at your life? This period, as she said, it's a period which is require much money for their life. This period, they need to buy seed, they need to send children to, at school. Also, they need to buy manure for cultivating. So people are suffering about using that money. They don't have enough budget. It means they are hungry. How many times can you eat in one day? 3 times one day, or like sometimes you skip your food? It depends for citizen. There are some who eat 2 times, or some who eat 1 time. Even there are even some who miss at all, who can eat 1 time in 2 days. It depends to not all. How did your life change before you get support from Tera and after you get support from Tera? How did your life change? Tumaze kwinjira mu ishyirahamwe hari icyahindutse ku kubera tuho ni na mitende kujya kuntu ariko siri change. There is a change before they couldn't get income, but now they could get income with doing commerce. It's different by others who don't have any, who don't get any support. But this time, even they do commerce, life is somehow hard. This time it's hard because the situation of country, things become higher expensive than 2 years ago. Especially fuel became higher, other things become higher. Even manure, higher price. To cultivate, no easy. Seed become expensive. So this time life is somehow tough. I also see the progress or improvement. Like before he didn't have bed, but he had bed now. So what's the change? Bubyanye ngo ikintu kinini nyagose kubera bwa mbere nari mbayeho nabi gose. Even he's suffering about hunger, there was a change. Before he was suffering not getting house, but you see he has a good house with roofing tiles. Before it was only glasses. He says thanks so much to Tera Renaissance because this time Tera Renaissance support his child to go to bordering school. And him, he tried to work to get food for other children. He says thank you so much for the support. He hopes his child finished school, he will succeed, get more life. 今回はブルンジ国内のさまざまな場所を回りながら、ブルンジの人々の生活、そして日本の支援団体テラルネッサンスの活動について見てきました。ブルンジという国名自体、日本ではほとんど知られていませんし、世界最貧国、世界一不幸な国、まあ、そういったね言葉が特に SNS では見られるように感じるんですけれども、実際にリアルなこの生の生活を見て皆さんどのように感じたでしょうか。想像していたよりも貧しくないとか、やっぱり想像通りめちゃくちゃ貧困生活だとか、もうどんな内容でも構いますので、ぜひ感想をコメント欄で聞かせてください。今回もブルンジという、もう本当にアフリカのこの貧しい国に足を運んで現場で体を張って撮影していますので、今回の動画少しでも勉強になった方はぜひ高評価ボタンお願いします。また次回以降の動画でもブルンジのさらに別の場所に足を運んで現地の人たちの生活について密着して取材をしていきますので、チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。アラカンタの YouTube 活動はアラカンタを応援するサポーターズクラブの皆様のご支援によって成り立っています。もしアラカンタの YouTube 活動を応援してくださる方がいらっしゃいましたら、概要欄のリンクから公式ホームページをご覧になってみてください。ということで、今回も最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。